DFS は世界をリードするラグジュアリートラベルリテイラーである。1960年に香港で創業し、現在では世界の主要な18の空港で免税店、14都市でギャラリア店を構えるほか、提携先やリゾート地においても店舗を運営している。DFS グループの主要株主はラグジュアリーコングロマリットである LVMH 及び DFS 共同創業者のロバート・ミラー氏であり、株式非公開である。2012年には2億人以上が DFS ストアに来店した。DFS グループの従業員数は9000名以上で、香港に本社があり、ハワイ、ロサンゼルス、上海、シンガポール、そして東京にオフィスを構えている。1960年、まだ免税でのショッピング自体が黎明期であったが、 アメリカ人のチャールズ・フィーニーとロバート・ミラーが香港にツーリスト・インターナショナルを設立。第二次世界大戦後にボーイング707やダグラス、DC-8 などのジェット機による海外旅行が大きく伸びたことを背景に兵士らの購買力の増大とアジアからの海外旅行者の勃興を予期していたのである。その後、数十年間にわたり DFS は日本人、韓国人、 中国人とアジア人旅行者の海外への渡航という機運の高まりに対して投資を行い、まず空港にストアを開設した後に旅行者がよりゆったりとした時間の中で買い物ができ、登場前に買い求めた商品が届くようなストアをホノルルやグアム、香港やシンガポールなどの都市の繁華街でも展開した。1996年、LVMH は チャールズ・フィーニーの株式を買い上げて DFS グループの過半数の株式を取得。これによりトラベルとラグジュアリーという二つの要素を統合することに新たな重点を置くことになる。DFS はマーチャンダイジング戦略として5つの柱であるファッションアクセサリー、化粧品フレグランス、ウォッチジュエリー、ワイン、スピリッツタバコ、 フードギフトを中心に展開。さらに新キャッチフレーズとして、トラベラーのためのラグジュアリーショッピングワールドを採用している。また、毎年、マスターズシリーズを主催し、ガラスタイルのイベントで、すべてのカテゴリーから、エりすぐりの商品を紹介する。ラグジュアリーの祭典として、一流ブランドの代表者や有料顧客、メディア、業界アナリストなどが招かれている。 2013年に DFS は市中のギャラリアストアを T ギャラリアとして新たなブランディングを展開し地元のサプライヤーと共同してデスティネーションを意識した製品を増やす空港向けローカリゼーション戦略に移行した。これは国際空港の世界でも積極的な役割を担うことになり航空業界とその関係者間の協力関係並びに政府や 国際的な組織との共同体制も強化されることになる。DFS グループ会長兼 CEO であり、LVMH の執行委員会のメンバーも務めるフィリップ・シャウスは2011年にマーチャンダイジングマーケティングのグループプレジデントとして DFS に参加後2012年に現職に任命された。創業者の一人、チャールズ・フィーニーは1931年。 ニュージャージー州、エリザベス生まれ。アイルランド系移民の労働者家庭で育ち、アメリカ空軍兵士として、朝鮮戦争に従軍し、日本に駐屯。1956年、コーネル大学ホテル学科卒業後、フランスに渡り、地中海に遠征中のアメリカ海兵隊員に、免税州を売る仕事を始めた。帰国後ミラーと DFS 社設立。 1960年代 -1970 年代の日本の海外旅行ブームに乗じ、莫大な利益を上げる。億万長者の生活を享受するうち、家庭不はおきっかけに、金万生活に疑問を抱き、1982年に、慈善活動の財団をバミューダに2つ設立し、ほとんどの資産をこれらの財団に移す。1996年に、LVMH に、 DFS 社売却した際には、売却益から2600万ドルを長年勤務してくれた従業員2400人に分け与えた。両財団とも現在も DFS グループから配当を得ており、特殊化として財団を通してアイルランドやアメリカの大学や研究施設に莫大な寄付を行っている。その一方、フィーニー自身は質素な暮らしぶりで知られており、 車も家も持たず、借屋に住み、地下鉄やタクシーを利用する生活をしている。二度結婚し、五人の子供がいる。もう一人の創業者、ロバート・ミラーは1933年、マサチューセッツ州クイーンシーの中流家庭に生まれ、コーネル大学卒業後、フィーニーと DFS 社を設立。DFS 社売却後も31%の株を所有する主要株主である。 ピーニーとは、対照的に臨食家で合意欲として知られ、ロンドン、パリ、ニューヨーク、香港など世界各地に家を持ち、ヨットに親しむなど、DFS から上納された、配当金で贅沢で華美な生活を展示している。三人の娘たちは、ミラー家三姉妹と呼ばれるセレブリティで、長女ピアは、石油王ジャンポールゲッティの孫と、次女マリーシャンタルは、ギリシャ王室のパウロス王太子と、サンアレクサンドラは、 ドイツ貴族の血を引く父親とデザイナーのダイアン・フォン・ファステンバーグの息子とそれぞれ結婚した。現在ミラーはイギリス在住。1973年から自らの投資会社も経営しており、イギリス屈指の資産家として暮らしている。設立当初より現在に至るまで日本人観光客を主なターゲットとする。そのためにほとんどの店舗で日本語の表示がされている上に、 日本語を話せる店員を置いているが、近年では台湾、ロシア、中華人民共和国、香港などの新興国の顧客も増加している。旅行代理店との間に強力な関係を構築することで多数のツアー客を店舗に呼び込むことに成功している。これらの客は自分自身用、そして土産用として多くの買い物をしている。主に、 LVMH 参加の高級ブランドとファッションブランド、お土産品や特産品を販売している。香港やシンガポールなど輸入関税が免除されるエリアでは他の店舗と同様に商品を販売し、酒やタバコなどが課税対象となるエリアではそれらの商品を免税で、それ以外の商品を非免税品として販売する。DFS ギャラリア、沖縄店舗により異なる。ありがとうございます。